ちょっとどうしようか迷ったんですが、やっぱり他の町外区ですねを先に見ていこうかなと思いました。多分これ以上進むと、博物館の地下調べられませんよみたいなのも出ると思うし、うまくいけばエリオット君と合流できるんじゃないかなと。なので、他の町も見てみましょう。大通りと広場と公園。ここに、ね、カリンカさんいるって話だったけど、エリオット君もここにいるのかな？行ってみようか。マーテル公園。人だかりが、あれ、エリオットくんっぽいな。違うかな？カリンカさんかな？ああ、エリオットくんいるね。スーツの男性。休憩に来てみれば、今日は誰かが演奏しているのか。随分とうまい演奏だけど、もしかしてプロの人たちだったりするのかな。評判の天才音楽家らしいですよ。ちょっとまあちっちゃくて見えないけど、赤毛のバイオリン聴いてる人が。マーテル公園、デート市民の憩いの場ですね。俺もたまに昼寝に来たりするな。って、この演奏は。綺麗な音色ですね。どうやら早速見つけられたみたいだな。ということで、エリオット君がいるわけですが、ジョナサンさん。これ買っておこう。生搾りジュース。いらっしゃい。美味しい搾りたてジュースだよ。やっぱり兵士よりもジュース屋の方が襟がよく感じる。あ、この人も、徴兵されてしまっていた人かな。それなのに、あの総督と来たら、また統一国だの、どうのって、本当ですよね。また徴兵されたらたまったもんじゃない。これ以上振り回さないでほしいものだよ。まったくです。じゃあちょっとエリオット君最後にしようか。のどかな場所だよな。学生時代の実習ではいろいろあったか。私と姫様が門分かされたりも、今となっては懐かしいくらいですけど。前々から思っていましたが、エリゼさん結構タフですよね。ということで、以前アルフィン殿下とエリゼさんがここで誘拐されてしまうってことがありました。それが、旧帝国解放戦線、旧と言っていいのか、の人たちに誘拐されてしまったってことがありましたね。スズ先生、あっちの方、どんどん人が増えていってるね。すっごい人だかりだし、ここで聞きながらお昼にしよっか。ああ、鳥ね。あっと。平和の象徴。鳩か。おっと、デモン
ちゃん、あ、レモンちゃんとココアちゃん。そういえばまたルーファス様が新聞ででっかく取り上げられてたわね。イケメンだから応援してあげたいけど、また戦争になるのは嫌だな。そうだね、レモンちゃんと一緒に遊べなくなっちゃうもん。あ、イケメンといえば新聞で見たんだけど、共和国の新しい大統領、結構イケメンじゃない？ほーん、誰になったんでしょうか。渋すぎるよココアちゃん。まあ、おじさんなんですかね。ではまあね、レーグニッツさんの方がいいかな。レーグニッツ、カール・レーグニッツ帝都知事というか、暫定首班かな。そうかな。うん、どっちにしても渋すぎる。顔で言ったらやっぱりユーファス様がダントツ。で、ここまで来ると演奏は聞こえないね。あ、ここだとちょっと聞こえる。ガリア老人。大戦時は孫の面倒だけ、孫の面倒だな、だと慌ただしくての、肩の手入れが行き届かなかったんだよ。そして海戦間近に見に来てみたら、なんと赤黒い雑草が蔓延って、ん？おったんじゃんかな。で、抜いても抜いても生えてきての、えらく不気味だったから、花壇ごと植え替えた。で、今後も、この調子で息子と植えた苗がいい感じに育ってくれるといいんじゃが。赤黒い雑草というのはもしや赤いプレロマ草のことでは。このじじいよく無事だったもんだぜ。まあ、プレロマ草っていうのは、ちょっと、良くない力を持った、まあ、呪いを、まあ、良くない霊力を持った、植物ですね。で、まあ、呪い、黄昏に、呪いにかかってしまった帝都全土に、いろんなところに生えていた。で、まあ、釣りしておきましょうか。それかかった。はい、あ、逃げられたか。今度こそ。それかかった。いい感じだな。大きいね。あ、まずい、まずい。難しいな。やった、大物だ。レッドパーチ、セピス30。あ、別の人で釣ればよかった。それかかった。いい感じだな。これは簡単かな。まずまずだな。スノーセラブ。俺の番だな。いいぜ、行きます。アタックします。ヒットしました。あ、失敗しました。アタックします。ヒットしました。いいテンションです。あー、難しい。いけるか。いけました。かなりの大物ですね。
うん、こんなもんかな。はい、じゃあエリオットくん、行きますか。これ、あれかな、今演奏中だから、博物館の地下を探索には行けないよっていう感じなのかな。まあ、行ってみようか。結構な人と、なかなか知れてんじゃないか。うん、これがエリオット君ですね。で、カリンカさん。ロン、今のは最高のパフォーマンスだった。そうだろう？モーリス、ああ、間違いないね。それ自分たちで言うの？うん、エリオットくん。でも僕も同じ気持ちかな。うん、ここまでアンサンブルが綺麗にはまることもめったにないからね。まあ確かに演奏していて本当に心地よかったし、それにしてもローンもモーリスもノリに乗ってたよね。二人とも途中から集中しすぎて、オーディエンスが見えなかったんじゃない？あ、プロとして本来あっちゃいけないことの気がするが、確かに音楽の世界に没入しすぎて、周りはどうでもよくなっていたかもな。まあ、今回は特別ってことで、ね、スイちゃんとお客さんも満足してくれていたんだよね。ええ、反応は上々だったわ。それにしても今日のような演奏ができたのはエリオットとカリンカのおかげだ。ああ、もしあの時声をかけてくれなかったら、改めて感じたよ。音楽には力がある、間違いなく。けどだからこそ使い方を誤れば危ういものにもなる。あの時の俺たちの演奏のように。で、戦争を煽るために音楽を利用するなんて。今思えば、俺たち、僕たちは本当に同化していたよ。二人とも。でももう大丈夫だろう？そうでなくちゃ、さっきみたいな演奏はできないからね。確かに迷いが吹っ切れたな。うん、今はとにかく精進あるのみって感じかな。そうか、僕も負けていられないな。もちろん私もね。そういえばリンたちが見に来てくれていたみたいだけど、ああ、エリオットの士官学院時代の。せっかくだし、僕たちも軽く挨拶しておきたいかな。そうね。ごめん、待たせたね。みんな元気そうで何よりだよ。うん、エリオット君も元気そうで。演奏の方はどうだった？うん、いや、素晴らしかったですよ。改めてリーンたちの率直な感想が聞きたいんだけど。うん、いや、本当にお見事だったよ。息もぴったりだったしな。お世辞抜きで聞き惚れました。ああ、できるよ、最初から聞きたかったぜ。それはよかった。うん、俺たちが感じた手応えは間違ってなかったんだな。それにしてもすまないな。君たちの方は久しぶりの再会だったんじゃないのか。いや、セッション自体は久しぶりだったんだが、うん、実は僕たちの同窓会は少し前に済ませてある。なるほど。まあ今みんな程度に集まっているからね。実は最近、リーベルト社が、小規模だけど、新たな楽団を立ち上げることになった。で、もともと働いていた私と一緒に、ロンとモーリスの二人も、楽団入りすることが決まった。もうおめでとうございます。リーベルト社が楽団を、そうだったのか。うん、まあ、リーベルト社っていうのは、まあ、さっきの、クレアさんの実家の、
楽器メーカーです。で、カリンカさんは、マリーベルト社で働いている。うん。で、ロンさんとモーリスさんは、ちょっとさっき話に出てましたが、まあ、戦争が起きていた時代に、まあ、まあ、政府からの命令で、まあ、自由に演奏ができなかったんですね。で、まあ、戦争を賛美するような音楽だったら、まあ、やってもいいよと。で、お金とかももらえたとか、そんな感じだったのかな。で、まあ、この二人は、まあ、戦争を、煽るというか、まあ、そういう演奏をしてしまっていたと。まあ、それも、これも、黄昏と言われる帝国の呪いの影響を受けてしまっていたせいでもあるんですが、まあ、今は、こうしてね、エリオット君やカリンカさんたちと、仲良く演奏していると。なんか当然、相当な実力がないと入れないんだろう。まあ確かに審査は厳しかったが、僕たちにもエリオットの同期としての意地があるからね。うん。まあエリオット君が、ドルチ眼科学研を卒業した後、音楽学校に入って、まあその時の、同級生かな。ですね。なるほど。で、まあ、エリオットくんは、まあ、天才演奏家として、若き天才演奏家として、まあ、もう有名、プロデビューしていると。二人が笑顔で演奏を続けられることになって、僕も嬉しいよ。いずれはこの4人で巡業したいとも思っているから、その時はよろしくね。うん、いいね。エリオット楽団かどうかわからないけど。うん。うん、4人で巡業。それいいね、大賛成。エリオットも、さらっと無茶を言うわね。あなたはフリーでも、私たちは楽団の所属なんだからね。そのあたりの調整は僕ももちろん力を貸すからさ。そりゃそうと、エルギちゃんも合流したんだね。エリオット先輩、女学院の授業ではお世話になっています。エリオットくん音楽の授業、女学院でやってるのか。まだ数回数えたっていうのだけどね。パイセンが先生。そういえばユナたちから聞いてたっけ。確か今、女学院で臨時の音楽講師を務めている。うん、まあね。なかなか慣れないけど、それなりに楽しみながらやらせてもらってる感じかな。それにしてもこんなに可愛らしい子が教え子なんだなんてな。ロンさん、危ないよ。不用意なことを言うと、リン君に睨まれてしまいますよ。エリオットも何気に隅に置けないというか、僕も一度でいいから女学院で教えてみたいよ。そんなこと言ってるうちは絶対オファーなんか来ないと思うけど。うん。もっと走行してるうちにもうこんな時間か。うん、そろそろ楽団の打ち合わせをしに本社に向かわないとね。というわけで、私たちはこの辺で失礼するわ。エリオットと皆さんは、士官学院の課外活動だったかしら？どうか頑張ってね。カリンカたちも頑張って。わざわざありがとうな。さて、それじゃあ僕も正式に、一緒に来てくれる。うん。ちなみに、それなりの情報も集めておいたよ。それは助かるな。何か分かったことはあるのか。うん。音楽院のつてとファンの人たちへの聞き込みで少しだけ。さすがエリオットくん。
どうにも最近街で帝国軍人を見かける機会が増えている。軍隊が、ま、あのピレイアス先輩たちもね、なんか言ってたけど、軍隊がなんか動いていると。それもこそこそ落ち合って密談している。帝国軍人が街で、気になって通信で東さんにも心当たりを聞いてみた。で、このエリオットくんのお父さんが、クレイング中将で、帝国正規軍の、かなり位の高い将軍です。赤毛のクレイグといって、帝国軍随一の打撃力を誇る、軍隊を指揮していると。レンガの記事について、事件については軍ではトップシークレット。だから軍人さんたちはまだ殿下オリバルト王子たちが誘拐された、行方不明になったということは知らない。マリアット君のお父さんクラスの、軍人さんは知っているのかもしれませんがっていう感じかな。何かありそうではあったけど、具体的なことは全く教えてくれなかった。お父さんとはいえ立場があるからね。軍の機密を息子に早々漏らすわけにはいかない。密談と言いつつ、軍服姿のままというのも気になる。他国のスパイが変装している可能性もありえそうですが、変装だとした場合のメリットが思い当たりませんね。そこは無理に深読みするところでもねえだろう。単に時間がなくて任務の合間に話しているだけって感じじゃないかな。エリゼちゃんは何か気づいたのかな。何か気になることではあるのか。はい、そうなくはないのですが、それにしてももう少しまとまってからお話ししますね。穏やかじゃない。まさしくオリエ夫人が感じ取っていた通りだな。俺たちが追っているシーンと関係あるかどうかは不明だが、とにかく気にとど、めておこう。とりあえず引き続き情報を集める必要がありそうですね。このまま調査を続けよう。エリオットくん。人の動きが変わった。変わったね。もう一周しますか。とりあえずエリオットくんね。エリオット・クリーグ、旧七国連邦で演奏家です。帝国正規軍切手の猛将を父に持つ青年。本人は新進気鋭の若手演奏家として優れた音楽センスで名を挙げています。こういう人ですね。はい、では改めて、ここで情報収集しますか。俺の番だな。エリオットくんでしょうか。あれ？私の番です。さてと。あ、こうか。シミ。エリオットクリーグの演奏を生で聞くと本当素晴らしかったわね。それと一緒にいた男の子たち。あの子たちの演奏も大戦の時に何度か聞いたことがあったのだけど、軍楽のような勇ましい演奏だったのが、いつからかこう胸が温まるような雰囲気の曲を演奏するようになってね。あの頃はとても励まされたものよ。今日はまた行けてよかったわ。もしかしてマーテル公園でよく演奏会をしているのかしら。また聞いてみたいし、これからは立ち寄ってみましょうかね。
この人は、市民。内戦が始まる前まではよくここで音楽院の学生が演奏していたんだよ。また少しずつ昔の活気が戻ってきたので嬉しかったな。ねえお父さん、僕も楽器習ってみたい。任せろよ。私の番です。私の番ですね。エリー先輩、エリー先輩、それにエリオット先生も、お兄の学園の人たちも一緒じゃないですか。あ、この人、あれかな、あの人の、名前忘れちゃったけど、不運な人の、妹さんかな。クラスは違うけど、アッシュとか、アルティアちゃんたちの同級生がマイカさんのお兄さんですね。その、ユーナさんとかミュウさんとか、クルトさんとかは一緒じゃないんですね。クルトさん大好きなんですかね。マイカさん、今回は別行動で。ああ、そうでしたか。そういえばこの前、ユーナたちが女学院の困りごとを解決しに行った。そういえば俺も、ひらっと聞いた気がするな。僕も一緒だったんだけど、まあ、いろいろあった。みんなも演奏を聴いてくれていたんだね。どうなったかな。とっても素晴らしかったです。思わず楽しくなってしまうような、元気を湧いてくるような演奏でした。やっぱりエリオット先生はすごいですね。私も演奏の授業をもっと頑張りたく思いました。ありがとう。演奏している僕たちの気持ちが伝わったのかもしれないね。今日もラッキーだったかも。これであの人と会えていれば超ラッキーだったけど、クルト君かな。映像をまた皆さんで遊びに来てくださいね。今度はぜひ女学院の依頼を解決してくれた皆さんも一緒に、まあ、特にクルト先輩と。やっぱり先生の演奏には不思議な力がありますよね。ロザリー先輩にも笑顔が戻ってみたいだし、正解でしたね。今度はぜひ上手に遊びに来てください。あの時の俺も借りて張り切らせてもらっちゃいますから。はい、ユーナたちも伝えておくよ。エリオット先生、素晴らしい演奏ありがとうございました。実は家族のことでちょっと落ち込んでいたりしたんですけど、なんだか元気が出てきました。人の心を動かす音楽ってやっぱり素敵ですね。はい。観光客。若いのになかなかやるじゃないか。私も負けてはおれん。家に帰ったら楽器でも弾き直してみるか。いいよ、とくんでいく。ああ、とっても素晴らしい演奏だったわね。なんだか今日は良い一日になりそうな気分だわ。ミーナちゃん。あ、ユータンボーじゃないか。ああ、さっきの演奏すごかったな。音楽なんて興味なかったけど感動しちゃったぜ。なんだか私まで楽しくなってきちゃった。私も若返る心地だったわ。エツミばあさん。
で、それにこの公園の美しさも素晴らしいし、素敵な場所を連れ、素敵な場所に連れてきてくれてありがとうね、シャーロットちゃん。許可してくれたあなたのお父様、ランガーの伯爵閣下にもお礼を言わなくっちゃ。違うよ、ばあちゃん。ラッカムさんだから。演奏を聞けたのは偶然でしたけど、喜んでいただけてよかったです。この方たちは確かウルディスとラクエルの、歌もう時族の楽器じゃねえか。しかも家族連れとはデートにしちゃう雰囲気がねえな。あ、シュニーちゃんたちじゃねえか。まあ、ご無沙汰しております。私たちとしてもデートを邪魔したくなかったのだけど、体調が良くなったのを機に素敵な場所に招待してくれると言うから甘えさせてもらったのよ。おばあさん元気になったんですね。デートなんですよ、そんな。確かにこの公園はデートスポットとして有名みたいですけど。もうおばあちゃんも、シュニーちゃんは変なこと言うなよ。ユタ兄ちゃんとシャーロットさんの顔真っ赤だよ。落書きのせいくせにイチャイチャしやがって。だからまあ、体勢の時の新規くらい、新規臭いつらより、今の方がマシか。うん。まあ、このユタ坊とシャーロットちゃんなんですが、ね。ここか。どこだっけ。あ、ここか。うん。で、まあ、ここにラクエルっていう町があって、ここがオルディスですね。で、オルディスっていうのが、まあ、ラマールかな。ラマール州。海援校が治める、ラマール州という州があって、で、まあ、そこの首都がオルディス。だからまあ、ミューゼちゃんとかもここに住んでるんですよ。うん、実家ここにあると。まあ、海援公爵家もあるし、イーグレット伯爵家ですね。もここにあります。で、このラクウェルっていうのが、アッシュくんが育った町です。うん。まあ、アッシュくんはもともと別の町出身なんですが、子供の頃に、まあ、ラクエルに移り住んできたと。で、まあ、このユタボーっていうのが、まあ、この、ラクエルですね。ユタくんっていうのが、ラクエル。に住んでいる男の子。で、まあ、アッシュくんとは顔なじみと。で、この、ミーナちゃんが、ユタボーの、ユタくんの妹。で、まあ、年老いたおばあちゃんと三人暮らしをしています。で、まあ、妹とおばあちゃんを、助けるために、まあ、ユタくんが、まあ、町に出て働いているんですね。でも、その時に、この、まあ、シャーロットっていう、あ、どっちだったかな。シャーロットちゃんが、シャーロットちゃんってもともとテントの子だっけ？ちょっとごめんなさい、ちょっと正確に覚えてないけど、まあ、シャーロットちゃんが、まあ、ユタくんが、オルディスで、まあ、仕事してた時に、シャーロットちゃんが、オルディスで迷子。ラクエルだったかな？どっちだったかな？よく覚えてない。すいません。迷子になってしまって。でも、それでまあ、家族早速探すのを手伝ったり、落とし物ですね。をなくし、してしまったのを一緒に探したりして、まあ、仲良くなっていったと。で、まあ、シャーロットちゃん、貴族。で、まあ、お父さんが、まあ、平民のことを嫌っていた、うん、わけですが、まあ、いろいろあって、今は、お父さんにも理解をしてもらって、
でまあまあ仲良くやっているという感じですね。はい、で、ああ、ラッカー博士くん、これがお父さんですね。ふむ。いくら娘の友人が、いや、娘の友人と認めたとはいえ、一応庶民ではあるからな。万が一下品な言動や不道徳な行為があれば、容赦なく中止してやろうと思っていたが、あの子供家族もやはり純朴というか、うん、この家族に、心を打たれていると。まあ、今のところも問題はなさそうだな。旦那さん、もう少しで階段のお時間です。と、遠巻きに監視するのもそうです。娘が心配で心配でならない。分かっておるわ。キャロット、そんな顔をすることもあるのだな。うん。お父さんの前ではあまり見せない楽しそうな表情をしているよと。皆様、そろそろお時間ですよ。デート神秘。心が現れるような素晴らしい演奏だったわ。感動しすぎて今でも余韻が消えないわよ。うん。この人、思いがけずいい気分転換になっちゃった。普段は音楽とかあんまり聞かないけど、なんだか感動しちゃった。うん。何やろうじ。うん。公園をするたまにアルフィン殿下がいらっしゃる。あの美しさで殿下の心を癒せるよう気合い入れて手入れしている。姫様はこの公園がお気に入りですから、ありがたい限りですね。うん。ね、まあ姫様の心が少しでも休まるように、早く、オリバルト王子を見つけたいですよね。この子たちは変わらずかな。うん。うん。公園はこんなもんですかね。あ、この人たちまだか。まさかあのエリオット・グリグが公園で演奏しているだなんてね、今目の前にいますよ。演奏会のチケットは即完売だって聞いたことがあるくらいなのに、なんだか得しちゃった気分だな。うん。うん。ねえ、カリンカさんたち。やっぱり大戦の時の僕たちをエリオットが叱ってくれて助かったよ。あのままだったら今頃こんなに楽しい演奏はできてなかっただろうからさ。よし、あの時の僕を見返すためにも張り切っていくぞ。うん。うん。しかし4人で巡業か。普段もっと腕を磨かないとな。何せすでにデビューしていることもあって、エリオットは有名人だからな。引き立て役だと思われないように、もっと練習していいアンサンブルを演奏してみせるよ。有名人っていうほどでもないけど、楽しみにしてるからね。うん。うん。アリンカさん、私たちはこれから、楽団の練習姿勢も戻るつもりなの。さっきの演奏で調子が上がっているし、この勢いで新譜の練習もやっておこうと思ってね。いいんじゃないかな。今度僕にも聞かせてね。うん。もちろんよ。よければ皆さん、他の皆さんも一緒にね。うん。まずそれでアイロットたちも頑張ってね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、次また別のところ見に行きましょうか。